はい、こんにちは。英語の達人養成ジム師範代の新谷です。今日は英語ができるとこんなに得するよシリーズということでね、役に立った、最近こう役に立ったなと思うことをお伝えしていきたいと思います。で、まずですね、一つ僕が最近ハマったというかいいなと思ったことは、海外のアマゾンありますよね。アマゾンの海外サイトのレビューが読めるようになるっていうのがね、すごい大きな、僕にとっては大きなメリットだなと感じました。で、最近起こった出来事なんですけど、これ何かというとですね、僕ビデオカメラをね、最近買ったんですね。で、今これ撮ってるビデオカメラがあるんですけど、このビデオカメラはですね、仕事で使ってます。普段その英語のレッスンをやるときに、そのオンラインセミナーも撮ってるので、同時に今英語のレッスンを撮ってるんですね。で、それをオンラインの会員限定で提供したりとかしてるんですけども、僕はねビデオカメラはね全然こう素人なんですね。で、本当に独立して自分でその教室を運営するようになってから初めてビデオカメラというものを買ったぐらいなので、僕はですね最近このカメラを実は買ったんですね。ちなみに今撮ってるやつ、これね全く同じやつです。つまりこれ2個買ったんですね。で、2個買った理由っていうのがあるんです。で、それが実は Amazon のレビューなんですね。これまあちなみにね、そんなに高くないんですよ。これ一番多分エントリーモデルのやつで一番安いやつなんで、そうですね。SD カード付きで2万8000円ぐらいだったと思います、これね。はい。なんで値段だけ見るとね、このもう10倍ぐらいするようなね、やつも売られてるし、本当にこうピンキリなんで、こういうねビデオカメラの世界って、なのでよくわからないんですけども、僕がいつも参考にしてるのはその Amazon のレビューなんですね。で、もし日本のサイトで見れるんだったら見るんですけども、たまにね日本では見れない時があるんですね。で、それがね、その一つがこれだったんです。これちなみに Amazon で取り扱いはないんですね。キャノンの直営店、直下の販売店でしか買えないやつなので、レビューがねとにかくねこれ少ないんですよ。これ YouTube のね、YouTuber の方とかもよくビデオカメラとかレビューしてるんですけど、本当なぜかね、この安いやつに関してはね、レビューがあんまなくて、高い機種に関してはみんな買ってレビューしてるんですけど、この安いやつに関してはあんまないんですよね。情報が足りないという状態だったんですけども、この Amazon のですね、最近こんな感じで、これ海外の Amazon です。で、これ同じものがあるの、わかりますかね。これですね。で、ここのレビューが91個あります。こんな感じです。ほんと結構5が多いの分かりますかね、これね。で、この中ですごい分かりやすい、このトップレビューってやつがあるんですけども、ここですね。こんな感じでね、すごいね、細かく、こう、載ってるんですよね。こんな感じで。すごい細かいですよね。で、こういうね、レビューが英語ができると、こう、読めるようになるんですよ。日本では手に入らない情報です、これ、ちなみに。海外の人がこれを買って、で、それをレビューしてますので。で、日本人でね、こういうふうに細かくレビューしてる人は少なくともこの機種に関してはいなかったので、この人はデイビッドさんって書いてあるんですけども、この人はね、こう読んでみるとね、どうやら、要約を説明するとですね、カメラのプロフェッショナルみたいなんですね。写真家のことをフォトグラファーって言うんですけども、この人はね、ビデオグラファーって書いてありますね。ビデオグラファー。なので、ビデオを撮る専門家ですね。で、なんかそのコンサートとか、なんかのイベントとか、そういうのを撮って、で、それをなりわいにしてる、仕事にしてるみたいな人なんですけども、前になんか業務用のやつを持ってたらしいんですよね。すごい高いやつ。なんですけど、それがなんかうまく動かなくなってきたんで、新しいやつ買おうかななんて思ってたんだけど、その予算が少ないもんで、今回試しにこの安いやつを買ってみましたということを言ってます。で、その自分がね、仕事に対してこだわりがどんだけあるのかみたいなね、こういうところでこういうふうに撮れるといいよね、みたいなことがずらずらと書いてあって、で、そのニーズをすべて満たしてくれたカメラがこれです、みたいな感じで載ってたんですね。5年前のそのプロフェッショナルモデル、多分何十万円とかするやつですね、と、これ、今、これちなみに今年出たばっかしのやつなんですけど、を比べてですね、こんなにこの同じぐらいの機能がこの今年のモデルでこんなに安く出ちゃうなんてみたいなことがこのレビューに書いてありました。なんでこの人は本当にプロなので、そのプロの目線でこれを評価してくれてる。で、すごい細かいことが書いてあったんですね。で、そういうレビューをしてる人ってね、日本人ではいなかったので、僕はすごいね、これ目から鱗で、あ、そうなんだと。じゃあこれをもう一台買おうということで、僕はこの2台目、1台目はもともと使ってたんですけど、万が一これが壊れた時用の予備としてもう1台なんか別のやつを買おうと思ってたんですけど、結果的にですね、同じものを買ったと、
なのでね、今回このレビューがなければ僕はこのカメラの良さには気づかなかったということなんですね。僕本当素人なんで、このスペック表とか見てもよく分かんないんですよね。なんですけど、この分かりやすいレビューのおかげで自分が何を選べばいいのかが分かったということなんですね。で、こういうケースね、結構よくありまして、例えば最近のもう一つの例で言うと、僕マジックをね、マジシャンもやってるのでマジックドームにすごいこだわりがあるんですけども、そのマジックドームのトランプを入れておく、そのトランプボックスみたいな木の箱ですね、ものすごい重厚な作りのすごくいいやつがあったんですよ。で、それが5000円だか6000円ぐらいで売られてたんですけども、販売開始されたばっかしで僕のところにそのお知らせが来たんですね。で、あ、これいいじゃんって思ったんですけど、まあ、海外の輸入品ってことと、レビューがまだないということなので、で、そこで僕はその同じ商品を海外のそのAmazonの方で調べてみたところですね。まあ、すごい酷評されてまして、もう、星111みたいな。で、その理由もいっぱい書いてあったんですけども、ひどいと。もうその、蓋が閉まらないとか、なんかその閉まったけど、その、パカっていうその金具がはまらないとか、もうとにかくその設計ミスが多くて全然使い物にならないみたいなことがバーって書いてあったんですね。なんで僕ほとんどそれ見た目がかっこよかったんで、ほぼ買いそうになってたんですけど、海外のAmazonのレビューを見たことによって、あ、危ない危ないということでね、買うのをやめたということなんですね。なんでね、結構その情報がね、世界から取れるようになると、まあ、今回のこのビデオカメラみたくいい情報を取ることもできますし、その今のトランプボックスの話みたく、その悪い情報もゲットすることができるので、結構そのリスク回避にもなるかなという感じですね。情報がね、こうやっぱ海外から得られるってのは、ね、すごくいいです。で、ちなみにこれさっき言ったんですけど、この YouTube のね、 YouTuber の方がもう、日本の YouTuber の方はほとんどこれをレビューしてないんですが、海外に目を向けるとですね、ものすごいたくさんの人たちがこれをレビューしてたんですね。このAmazonのやつ見た後に海外で調べてみたらですね、ものすごいたくさんいて、ですごい細かくやってくれてたので、YouTube を見る時もその海外の YouTube が見れるようになると爆発的にですね、その自分の情報量が増えてくるなというふうな感想を僕は感じましたね。なんでね、一応この話をね、シェアしたのは、この英語ができるとこんな得するよみたいなね、いうことを伝えることによって、こうモチベーションアップになったらなと思って今回シェアしました。はい、ということで今日は以上です。 Thank you for watching. See you later.